ボディダブルは1984年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画。ブライアン・デ・パルマ監督がヒッチコックの裏窓や目いをモチーフに技術的にもかつてのヒッチコック映画で使われた技法を駆使して作った個人趣味の集大成的スリラーでありエロチック度が加味されている。出演はクレイグ・ワッソンとメラニー・グリフィスなど。 デパルマが第5回ゴールデンラズベリー賞で最低監督賞にノミネートされる一方、ポルノ女優を演じたメラニー・グリフィスが第42回ゴールデングローブ賞で女演女優賞にノミネートされた。B 級映画専門の売れない俳優ジェイクが留守番を頼まれた邸宅から望遠鏡でセクシーな隣人グロディアの姿を覗き見たことから巻き込まれた猟奇的な殺人事件を描く。 ロッテントマトズによれば、非評価の一致して見解は、ブライアン・デ・パルマの映画制作の華麗な表現と評価が大きく分かれるテイストを実証している。ボディダブルは映画作りに対する芸品のラブレターである。であり、34件の評論の内高評価は76%に当たる26件で、平均点は10点満点中6.17点となっている。メタクレティックによれば、 18件の評論のうち、高評価は11件、賛否混在は5件、低評価は2件で、平均点は100点満点中69点となっている。ありがとうございます。